LINE ブロックチェーンでもプログラムを動かすウェブ外で活躍する w e b アセンブリーというタイトルでブロックチェーンエンジニアリングチームの私、高瀬と高橋が発表します。私は普段は LINE ブロックチェーンの開発チームでプログラマとリサーチャーのような仕事をしています。よろしくお願いします。さて、突然ですが今ウェブだけでなくウェブ以外の領域でも ウェブアセンブリーが熱いですドッカー創設者のソロモン氏はおととしツイッターで w e b アセンブリーが2008年にあれば我々は Docker を作る必要はなかったであろうと発言し世界を驚かせましたこのセッションでは皆さんにそんな w e b アセンブリーのどこが熱いのかそして w e b アセンブリーを使用する技術分野ではどのようなことが考えられているのかこれらを ウェブ外領域の一つであるブロすみませんブロックチェーンの立場からお伝えしようと思います。皆さんの興味ある領域がブロックチェーンやウェブ以外だったとしてもその領域でウェブアセンブリーを使用するヒントになると思います。このセッションのアジェンダです。このセッションでは前半に主にウェブアセンブリーについて私高瀬から 後半にその VM について高橋からお伝えしたいと思います。前半の私からは、まず WebAssembly が LINE ブロックチェーンをどう変えるのか、次に WebAssembly のどこが注目しているのか、最後に現在の界隈の動きについてお伝えできればと思います。まずは LINE ブロックチェーンが WebAssembly に注目したきっかけについてお話しします。 具体的にはスマートコントラクトという技術を LINE ブロックチェーンデベロッパーズから使用可能にする予定であるというお話をします。まずは LINE ブロックチェーンデベロッパーズ LBD の紹介です。LINE ブロックチェーンデベロッパーズは LINE ブロックチェーンを使用したサービスを開発するためのプラットフォームです。LINE ブロックチェーンデベロッパーズは図のように LINE ブロロッックチェーーーンンの操作に関すする API とデベロッパーコンソールからなっていますつまり、開発者や彼らの開発したサービスと LINE ブロックチェーンの橋渡しを行っています。では、実際どのようなサービスを作成できるのかを見ていきます。これは公式チュートリアルのサンプル、MAGE DUEL というゲームサービスです。 画像に映っているカード一枚一枚を NFT（ ノンファンジブルトークン）で表現し、ゲーム内通貨を FT（ ファンジブルトークン）で表現しています。このセッションではこれらのトークン、カードや通貨をどのアカウントがどれだけ持っているかをラインブロックチェーンが記録しているとだけ理解していただければ十分です。このトークンはラインブロックチェーンデベロッパーズを通じて開発者がチェーン上に発行したり ユーザーのアカウントに送信したりすることができます。この画像は、メイジデュエルのカードショップの様子です。ユーザーはここでゲーム内通貨である Ruby を使ってカードを買うことができますカードの。カードの品揃えは一定時間でランダムに変更されます。ユーザーはすぐに品揃えを変更してほしい場合、右上のボタンを押し、Ruby を支払って品揃えを更新してもらうこともできます。 さてでは実際の更新の実装を見てみましょう。まずゲームクライアントからゲームサーバーに品ぞろえの更新をしたいとリクエストをします。そして LINE ブロックチェーンデベロッパーズとゲームサーバーが通信し Ruby の支払いを行います。支払いの確認が取れたらサーバー上で品ぞろえの更新を行うプログラムを実行しサーバーはショップの内容を再びクライアントに伝えます。 ここで注目したいのは、それぞれがどこで実行されるかです。Ruby の支払いは LINE ブロックチェーンで行われ、チェーンに記録が残ります。品揃えの更新はゲームサーバーが独自に行う実行で、この記録は LINE ブロックチェーンには残りません。そのため、ある疑問が生じるかもしれません。ユーザー側からすれば、更新をブロックチェーンに公開しないのはなぜ もしかしてレアカードとか出にくくしてるんじゃないのという疑問が生まれるかもしれません。ゲーム開発者側からすれば、いやいや、更新は実際には公平なんだけど、サーバーのロジックだったり、その実行を公開するのは難しいし、じゃあどうやって公平性を担保したらいいんだろうかという疑問が生じるかもしれません。もし、更新部分のプログラムやその実行をブロックチェーンに記録できれば、この問題は解決します。 ではなぜ LINE ブロックチェーンデベロッパーズではこのような機能をサポートしていないのかそれは現在の LINE ブロックチェーンデベロッパーズの提供している API はトークンの発行や移動などの簡単な操作のものだけでありどうしてもサービス固有のロジックであったり操作の API は提供がしにくい状態であるからですそこでサービス固有の操作をサービス開発者が ラインブロックチェーンに組み込めないだろうかと考えました。我々が注目したのがスマートコントラクトというブロックチェーン技術です。スマートコントラクトでは開発者がコードをブロックチェーンにデプロイし、またユーザーはデプロイされたコードを呼ぶことができます。先ほどの例で言えば品揃えの更新にあたる API をゲームの開発者がブロックチェーンに追加できるということです。 コードのデプロイや実行、また実行の結果は通常の送金と同様、ブロックチェーンに記録されます。先ほどの品揃えの更新も実行をブロックチェーンで記録、公開できるようになるというわけです。これにより、トークンの管理上の様々な機能をブロックチェーンに持たせることができるようになります。では、チェーンにコードの記録ができるようになれば、スマートコントラクトが実現できるのかというと、 そう単純ではありません。特にコードに関して代表的な要件が3つあると考えられています。1つはセーフ、安全性です。ブロックチェーンでは多くのマシンが協力してチェーンを維持していくことが一般的です。スマートコントラクトでは様々な開発者がデプロイしたコードを全てのマシンから実行することになります。デプロイされるコードがブロックチェーンの仕組みであったり、 それらのマシンを脅かすことは防がなければいけません。二つ目はエ x スキュータブルとデーターミニスティックです。簡単に言うとエ x スキュータブルはブロックチェーンを維持するすべてのマシンがデプロイされたプログラムを実行できること。データーミニスティックは同じ入力であればすべてのマシンで同じ,コード同じコードと同じ入力であれば同じ結果を返すという性質です。 これらは全てのマシンが協力してチェーンを維持していくのに必要となっています3つ目はエフェクティブ実行が効率的であるということですこれが必要な理由は簡単で実行が遅くてブロックチェーンの他の機能送金などの妨げになってはいけないということです最近ではウェ b アセンブリーがこれら3つの要件をうまく満たしていそうだという理由で注目されています では、なぜブロックチェーンがスマートコントラクトに適しているのかについて見ていきたいと思います。その前に、まずは w e b アセンブリーに関する基礎的な部分を紹介します。w e b ーセンブリーは C++ や Rust などの言語からコンパイルされるバイナリ形式の実行ファイルです。コンパイルされた後の w e b アセンブリーは、ブラウザが専用の VM で実行することで動作します。w e b アセンブリーは、 マシンネイティブな実行ファイルと遜色ない速度で動作するように設計されており、実際に 3D ゲームであったり、画像加工をブラウザ上で行うことも可能になっています。では、w e b アセンブリーはどういう仕組みでブラウザの計算を高速にしているのか、わかりやすいように従来の Web アプリと比較してお話しします。従来の Web アプリが HTML と CSS、そして JavaScript からなっているとすると、 WebAssembly は JavaScript のライブラリのようにそこに追加されます。つまり、特にマシンパワーを必要とする部分を WebAssembly に切り分けてやることで、より複雑な計算をブラウザ上で行えるというわけです。さて、ではブロックチェーンに話を戻して、なぜ WebAssembly がスマートコントラクトに適しているのかを見ていきます。簡単に言ってしまえば、WebAssembly の特徴がうまく、 スマートコントラクトの要件を満たしているからです。また、その開発のしやすさも注目されている理由です。ここからは WebAssembly の特徴とスマートコントラクトの要件との対応をこの図に合わせて見ていきます。これらの特徴はブロックチェーンに限らず様々な分野に共通して使用できるものとなっています。ぜひ皆さんの興味ある分野に WebAssembly が使用可能かどうか 考えながら聞いていただくと面白いかと思います。皆様が w e b アセンブリーの導入を考える際の指標であったりヒントにもなると思います。まずは w e b アセンブリーのポータブルという特徴です。ポータブルはどのような環境で開発された w e b アセンブリーでも環境を選ばずに実行が可能であるという性質です。さまざまなマシンで実行されるスマートコントラクトには嬉しい性質になっています。 次にディターミニスティックです。同じ入力に対しては、環境や他の条件を問わず、常に同じ結果を返すということですね。w e b ー・センブリーは引用した通り、一部の明示的に定義されている命令を除き、動作がディターミニスティックになるように定義されています。つまり、それらの命令が使用できないように制限してやれば、自然と出力が一定となり、スマートコントラクトにも使用できるようになるというわけです。 次にエフィシエントファストです。WebAssembly は ZIT や AOT といったコンパイル技術を使用できるように設計されています。これによりマシンネイティブな命令と遜色ない速度での実行が可能です。性能が必要なスマートコントラクトにも嬉しい性質です。次はセーフです。WebAssembly はホストマシンのプロセスやメモリー、 リスクへ直接アクセスする命令が書けないように設計されています。代わりに VM が用意するサンドボックス上のリソースを使用して実行されます。スマートコントラクトでもホストマシンを脅かさないことを簡単に保証することが可能です。次はオープン VM が用意した API を使用できるという性質です。少しわかりにくいので、 ファイル操作の例を使って説明します。WebAssembly からホストマシンのファイルを操作することを想像してください。当然、WebAssembly が自由にファイル操作を行えてしまうのは安全ではありません。そこで、ファイル操作の API を VM から提供してやるという解決策をとります。権限の管理はホストマシンと VM が担い、バイナリからそれを切り分けてやるというわけです。これは、 OS 間のファイル操作のサインの吸収にも一役買っています。この図ではファイル A への読み書きはホストマシンが VM を通じて許可しているという状態です。この API を使用できるという性質はスマートコントラクトでもよく働いています。VM にチェーンの情報取得などブロックチェーン独自の API を、機能を API としても出せることでスマートコントラクトから 安全かつ簡単にそれらを利用できるというわけです。次に、リーダブルデバッカブルです。レバー a ンブ e ー b はバイナリ形式ですが、それと一対一に対応するテキスト形式である WAT を提供しています。これは開発者や管理者にとって、デバッグやコード管理の助けとなります。最後に、Language Independent です。 WebAssembly は様々な言語からのコンパイルのしやすさを意識して開発されています。実際に現在は C++ や Rust からのコンパイルが可能となっています。現在のスマートコントラクト開発は専用の言語やツールの使用が必要となることがほとんどです。そのため開発にはある程度キャッチアップが必要となってきます。ブロックチェーン以外の領域でもたまに目にする光景だと思います。 もしこれを w e b アセンブリーで代替できるようになれば C やラストなど一般的な言語を使用できるほか C やラストの従来のツール知識資産の流用も可能になってきますこのように w e b アセンブリーはそのさまざまな特徴がスマートコントラクトに適しているとして今ブロックチェーンから注目されています LINE ブロックチェーンでも今後 w e b アセンブリーを利用したスマートコントラクト技術の導入を行う予定です。これにより LINE ブロックチェーンはこう変わります。サービスの開発者、つまり皆さん主体で、それぞれのサービスに特化したプログラム、API を LINE ブロックチェーンに組み込むことができるようになります。言い換えれば、今まで単なるアカウントとデータの管理場所だった LINE ブロックチェーンがさまざまなロジックを持つことのできる サーーバのような存在へと進化しますそして、開発には C++ やラストなど、一般的なツールを使用することができます。さて、皆様に WebAssembly はスマートコントラクトと非常にマッチしているということ、LINE ブロックチェーンがそれを取り入れる予定であることをお話ししてきました。少しでも WebAssembly とスマートコントラクトの関係に興味を持っていただけたなら幸いです。 最後にこの章ではスマートコントラクトをサポートするブロックチェーンの開発現場が今どのようなことを考えているかをお伝えできればと思います。まずは簡単なおさらいですが、ブロックチェーンにおいてスマートコントラクトは VM で実行されます。そのため、ブロックチェーンでスマートコントラクトをサポートする際には、まず VM について考えなくてはいけません。現在使用される VM は、 大きく分けて2種類になります。一つは EVM のクローンやフォークである VM。そしてもう一つは今までお話しした WebAssembly の VM です。EVM は現在のスマートコントラクトのデファクト、e ー e r ア u m が開発した VM です。EVM ではスマートコントラクトの要件を満たすため、実行ファイルの形式や開発言語、ツールを e ー e r ア u m が独自に定義、開発しています。 VM 選定の観点からこの2つの VM を比較してみます。EVM の利点は、ユーザーが e ー e r ア u m のツール、知識、資産を利用できること。欠点は e ー e r ア u m 独自の機能に対して自分たちのチェーンでも互換を取る必要が生まれてくることです。WebAssembly の VM を採用する利点は、ユーザーがより一般的な分野の知識、ツール、資産を利用できるようになること。欠点は、ある程度自分たちで VM にブロックチェーン向けのチューンを施す必要があることです。現在、スマートコントラクトをサポートする場合、これらを考えつつ、採用する VM を選ぶという状態です。また、w e b アセンブリーの VM を使用する場合には、さらにさまざまな VM や技術の選択肢が存在しています。それぞれの選択肢の特徴や、えー、特徴に関しては、後半、高橋から詳しくお話しする予定です。 さて、名前の挙がったイーサリアムですが、彼らが w e b アセンブリーには注目していないかというとそうではありません。イーサリアムも従来のスマートコントラクトとの互換を取りながら、w e b アセンブリーも使用可能にする計画を進めています。そのためにイーサリアムが開発を進めているのが、w e b アセンブリーのサブセット EWASM です。EWASM はでに紹介した一般的な要件に加えて、 従来の e ー e r ア u m 独自の開発との互換を考えて定義されています。その一般的な要件としては、デターミニスティック、実行コストの計測、API とそのライブラリサポートの提供です。これらは当然 w e b アセンブリの VM の開発の場合にも課題となってきています。e ー e r ア u m 独自の課題としては、従来のコードやセキュリティ機構、また開発言語のサポート、 広報互換のサポートなどが挙げられています。このように現在、イーサリアム含め様々なブロックチェーンが w e b アセンブリーに注目しています。LINE ブロックチェーンでも w e b アセンブリーをスマートコントラクトとして使用できるようサポートをえしていく予定です。前半の私からのお話は以上となります。皆様にも w e b アセンブリーとスマートコントラクトの魅力や その関係の面白さがお伝えできたならば幸いです。また、皆様の WebAssembly の使用、導入のためのヒントをお伝えできていたならば、さらに幸いです。後半は高橋から、より VM に特化したお話をしたいと思います。ありがとうございました。ここからは、実際にスマートコントラクトを実行する VM として WASM を採用するまでにどのようなことを考えてきたのか。 について詳しく見ていきます私は高橋と言います前職は SIR でブロックチェーンの POC に関わっていました現在は高瀬と同じチームで開発やリサーチ業務を行っていますよろしくお願いしますさてここまでの話で Wazm、um、はそのさまざまな特徴がスマートコントラクトの要件を満たしているとして今ブロックチェーンでもとても注目されているということが分かりました こちらは高瀬の話にも登場した図でちょうどスマートコントラクトのリクワイアメントがきれいに WASM のストロングポイントと一致していることが分かりますまずこの増年頭において我々が VM を導入するときに考慮する必要があった3つのポイントについて説明します1つ目はスケーラビリティつまり拡張性です最近のブロックチェーンは初めから ワズムを使った VM を導入したり、EVM もイワズムへの移行を検討したりしていて、今後の主流となることが予想されます。そのため、我々も変化に対応しやすいように VM を用意する必要がありました。二つ目は、ランゲージインデペンデントです。我々は LBD を通じてブロックチェーンに触れてきたことがないユーザーも簡単にトークンが発行できるようにしました。 スマートコントラクト開発においても今までブロックチェーンに触れてきたことがないデベロッパーも参加できるようなプラットフォームにしたいと考えていますそのため EVM のように Solidity という特別な言語による開発ではなく通常の Web 開発で使われる言語でスマートコントラクトが記述できるようにする必要がありますこの2つは根本的に WASM を VM として採用することで 要件を満たすすこととができると考えられますそして最も重要視したのがファストアンドエフェシエントつまりパフォーマンスの部分です我々は LINEID を持っている日本のユーザーに加えてグローバル市場への展開も考えていますこの場合大量のトランザクションを裁く必要があるためパフォーマンスは特に重要な要素となりますここからはこのパフォーマンスの部分について どのような部分が影響してくるのか、何を考慮すべきなのかについて詳しく見ていきます。その前に、まずは VM の構造を簡単に説明します。WASM コードをスマートコントラクトとして実行するまでの流れをざっくりと表したのがこちらの図です C。C++ やラス s t などのプログラミング言語で書かれたスマートコントラクトは WASM バイトコードにビルドされます。 これをネットワークにデプロイすることで、ブロックチェーンの各ノードに配布されます。配布されたスマートコントラクターは、VM モジュール内部にあるランタイム内で実行されます。WASM のバイトコードは、そのままマシンコードとして実行できる実行ファイルではありません。そのため、実行可能なマシンコードに変換する必要があります。そこでマシンコードを作成するためにコンパイルを行います。 そして最終的にユーザーからのコールがあった場合にランタイム内でコントラクトが実行されます。なおコンパイルしてから実行されるのかインタープリーターによって実行されるのかはその実装によって異なります。このランタイムがスマートコントラクトを実行する時のパフォーマンスに影響を与えるところなのでここに注目してみます。 どのようなランタイムを採用するのかということを考える上で特にポイントとなる3つの特徴を列挙しましたそれがこちらの3つです1つ目がコンパイラーを使って事前にコンパイルをしてから実行するのかインタープリタで実行するのかという点ですここでどのような方式を採用するのかによってパフォーマンスに差が出てきます2つ目がノー STD をサポートしているかという点です ブロックチェーンでスマートコントラクトを実行するときに、とある要件を満たしたい場合、この NoSTD をサポートしているランタイムなのかどうかという点が関わってきます。3つ目がディターミニスティックです。1台のサーバーで実行される場合と違って、ブロックチェーンは多くのノードが同時に同じプログラムを実行します。そのため、各ノードが同じ実行結果を返すことを保証する必要があります。 NOSTD と Deterministic については今回のプレゼンの後半で少しだけ話題に挙げます。我々が今回注目する点はパフォーマンスなので一つ目に挙げたコンパイラーとインタープリターについて詳しく見ていきます。まず WASM バイトコードを実行可能なマシンコードに変換する方法として2つのコンパイル形式について説明します。 一つ目が Just-in-time コンパイル。通称 JIT コンパイルと呼ばれる形式です。これはコードの実行時にコンパイルを行います。初めて実行されるコードは、あらかじめ用意された中間コードを経由してネイティブのマシンコードにコンパイルされます。そして同じコードが実行される場合、すでにコンパイルされたネイティブコードが実行されます。二つ目が Ahead-of-time コンパイル。 通称 AOT コン JIT コンパイルと違って WASM のバイトコードを事前にネイティブのマシンコードにコンパイルします。そしてその後、生成されたマシンコードを使って実行する方式です。コンパイラーについてそのバックエンドをさらに見ていくと、表にある通り、主にシングルパス、クレーンリフト、LLVM の3つが利用されます。 1>, 1つ目のシングルパスですが、これは IR を使わずに直接バイナリーを生成します。そのため、コンパイルが高速ですが、最適化が少ないので、実行時のパフォーマンスは他の2つに劣ってしまいます。2つ目のクレーンリフトについてですが、これは IR に変換後、関数単位でコンパイルを実行します。コンパイルの速度とパフォーマンスはシングルパスと LLVM の中間に位置します。 そして最後の LLVM についてですが、これも IR に変換後、モジュール単位でコンパイルを実行します。コンパイルの速度は他の2つのバックエンドと比べると遅くなりますが、パフォーマンスは3つのバックエンドで最速になります。3つのバックエンドを比較すると、コンパイルが最も速いのがシングルパスで、パフォーマンスが最も出るのが LLVM であるということがわかりますま。 コンンパイイラー以外にもインタタプリータを使用することがありますこの場合、プロセスが起動してからすぐに実行できるメリットがありますが、実行速度はコンパイルするよりも遅くなります。ここまでの話を聞くと、皆さんはこのように思うかもしれません。インタープリータはとても遅い。コンパイラーを使った方がよさそうだ。その中でも LLVM が一番早そう。よし、LLVM を使おう。 しかし、ことはそう簡単には進まないのです。スマートコントラクトを実行する VM 内でコンパイラを利用する場合、とあるセキュリティリスクについて考慮する必要があります。それが JITBOM と呼ばれるものです。これは実行よりもコンパイルに多くの時間がかかってしまうことを言います。JITBOM により不適切なコードや悪意になるユーザーがデプロイしたスマートコントラクトによって、 ブロックチェーン全体がダウンしてしまうリスクがありますジットボムが起こるのはどのような場合でしょうかそれはコンパイラーの複雑な最適化とコード量が原因となりますクレーンリフトや LLVM は複雑性とそのコード量からコンパイラーがアップデートされるたびにその変更される内容がジットボムを引き起こす可能性があるかどうかということを セキュリティすすることが非常に難しししいですしかしセキュリティリスクがあるといってもインタープリタ形式のランタイムだけではパフォーマンスに満足できないと思われますしたがってパフォーマンスを考慮してランタイムを採用する場合コンパイラのバックエンドにはシングルパスを利用することが好ましいですしかしこの場合もコンパイルしてマシンコードを生成するのに十分複雑な実装をしているのでジットボムを引き起こす可能性がある という意見もありますそのためシングルパスを使う場合であってもコンパイラのアップデートのたびにその変更がジットボムを引き起こすかどうか厳しいセキュリティ監査が必要になりますここまでスマートコントラクトを実行する VM として WASM を採用する場合にパフォーマンスの点からランタイムで使われるコンパイラとそれを採用するときに注意すべきジットボムについての話をしてきました現時点で スマートコントラクトの実行基盤として採用できるランタイムはいくつか存在しています。では、何を基準にしてランタイムを選ぶべきなのでしょうかどのランタイムを使うかを検討する場合、優先するポイントによって選択するプロダクトが変わってきます。一つ目は今までに話の中心となってきたパフォーマンスです。これは最初にランタイムの特徴として挙げた三つのポイントのうち、 コンパイラーかインタープリターなのかというところが関わってきます。そしてパフォーマンスだけではなく優先するポイントはいくつかあると思われます。それが例えばここで挙げたプライバシーやセキュリティです。二つ目のプライバシーはランタイムの要素で挙げたノー ST をサポートしているかどうかという点が関わってきます。そして三つ目のセキュリティはランタイムの要素で挙げた ィターミニスティックが関わってきますこれらはどのようなケースでそれぞれのポイントを優先すべきなのか具体的な場面をイメージしながら一つずつ詳しく見ていきましょうまずは今までの話の中心でもあったパフォーマンスです例えばあなたの開発しているサービスはユーザーをたくさん抱えておりその数は費用ごとに増えていっていますビジネスロジックも 全てスマートコントラクトで実行しており、その基盤としてインタープリタのランタイムを使っていますが、このままではトランザクション数が性能の限界を超えるかもしれません。そうなってしまえばユーザーの離脱は避けられません。そのような問題を回避するためにもパフォーマンスを優先しましょう。この場合、インタープリター形式ではなく WASMA のようにコンパイルをして最適化を行ってから実行するランタイムが好ましいです。この場合は コンパイラのバックエンドとしてはシングルパスを使用しジットボームを引き起こすかどうかを確認する厳しいセキュリティ監査が必要になります2つ目のプライバシーについて見てみましょう例えばあなたの朝の一杯のコーヒーを売っているサービスがあるかもしれませんしリフレッシュ休暇のために旅行を計画するとき宿泊場所や交通機関の予約を行うサービスがあるかもしれませんそのようなサービス上で購入履歴や 旅の予約状況がスマートコントラクトで管理されていたとします今のシステムでは取引履歴はすべてブロックチェーン上で公開されておりあなたがどのタイミングでコーヒーを飲んでいるのかあなたがいつどこに行ったのか誰もが知る状況にありますもちろんコーヒーの購入履歴が公開されていることなど些細なことだと思うかもしれませんがブロックチェーンを使っていないサービスで履歴がすべて公開されているなんてことはあり得ないので ユーザーザはそこにギャップを感じるかもしれません。そのため、ブロックチェーンを使ったサービスでも取引内容を非得化したいというニーズは当然のものです。そこでスマートコントラクトによるトランザクションを非得化するためのソリューションとして T を使いたいと思います。この T とは Trusted Execution Environment の略で CPU でクリティカルな処理を既存の OS から 物理的に隔離して実行するための機能のことを意味します。近年ではブロックチェーンのトランザクションを一匿化するためのソリューションの一つとして、この T にも注目が集まっています。T の内部でスマートコントラクトを実行する場合、ノイ s トリディをサポートしているランタイムを利用する必要があります。最後はセキュリティです。セキュリティの高さが非常に重要で、 絶対にダウンさせてはならないサービスがあるとします例えば金融商品を扱うようなサービスですこの場合セキュリティリスクを少しでも下げるためにはデタミニスティックに対して厳密になる必要があります例えば w a s というランタイムはブロックチェーンで利用されることを目的として開発されたのランタイムなので厳密なリタミニスティックが要求される場合はこちらを採用する方が好ましいでしょう しかし、インタープリタで実行されるため、パフォーマンスは w a マ m a のようにコンパイルを行う場合よりも遅くなるというデメリットもあります。以上、ランタイムを採用する上で考える3つのポイントについて話をしてきました。実際、優先することによって、当初利用していたランタイムを変更したプロジェクトもいくつかあります。それをまとめた表がこちらです。 ホローチェーンは当初、インタープリタで実行される WASM を利用していましたが、パフォーマンスを考慮してコンパイルを行っている WASM へ移行しました。シークレットネットワークは Cosmos スス SDK をベースに開発されているプロジェクトで、T を用いて状態遷移の非特化を目指しています。Cosmos スス SDK をベースにしているブロックチェーンのために、スマートコントラクトの実行モジュールとして c o s m o ム a s m というプロジェクトがあるのですが、 それは WASMAR を使っています。しかし、WASMAR は NoSTD をサポートしていないため、スマートコントラクトの実行結果を取得化することはできません。そのため、彼らは内部で使われているランタイムを WASMAR から NoSTD をサポートしている WASMI へと移行しました。また、これはまだ未定ですが、Polkadot ではディターミニスティックの問題が解決されれば、 みから V8 もししくはスパイダーモンキーへととと移行すするる計画があいいうことを表明していますブロックチェーンのプラットフォームによって優先するポイントが異なるためランタイムの変更が行われることがあるということが分かりましたでは我々のプラットフォームでは何が重要になるのでしょうか最初にも述べたように我々はパフォーマンスを優先するためインタープリタではなく コンンパイイルをを行うランタイムを採用しますしかし、グローバル市場での展開を目指すことを考慮すると、さらに高いパフォーマンスが必要となることが予想されます。そこでシングルパス自体も継続的に最適化して、よりパフォーマンスを向上させることを目指しています。まとめです。ブロックチェーンでスマートコントラクトの実行基盤として、VM をバズムで使うには、 VM を構築すする必要がありますその中で使うランタイムがパフォーマンスに影響しますが他にも考慮する点があるので実際に VM の開発を行う場合は何を優先するのかによって採用するランタイムを選択する必要があります以上で我々のセッションは終了となりますご清聴ありがとうございました